Listen to the 48 Hours podcast for shocking murder cases and compelling real-life dramas from one of television's most watched true crime shows. Go behind the scenes of each episode with award-winning CBS News correspondents and producers in Postmortem, a weekly deep dive. Listen to 48 Hours wherever you get your podcasts. ピーターの糸島大好き糸島ニアン、糸島ニアン1号ピーターこと池畑慎之介です。なんと糸島観光大使ですよ。はい、そして糸島ニア4号の山本佳代と申します。 ありがとうございます。すいません、もう4号になっちゃいましたね。4号と言わせてもらってます、はい、2号が川上正幸で、はい、3号が市長。市長ですよ、はい、市長これ言ったもん勝ちってディレクターさんが言われたんです、ね、そうですね、先にちょっと言わせてもらいました。次5号が山内圭介じゃないかと。いいね、まあ、まあ、圭ちゃんよりは年上ですからね。まあまあそうですよね、先にいいですね、私もまあまあそういう意味では糸島は古いんです。そうですよね、もうね、花火大会が昔あってた頃毎年来てましたから。なんだろうこの頃、この盛り上がったの、そこはちょっともう予算かね、だと思います。だって私はまだ何十、小学生ぐらい、40、50年前の話を今しました。じゃあその頃はまだ島地区と糸地区、あ、そうですそうです、糸島市じゃなかった頃、ね、ないですないです。だから私遠い親戚が旅館に押してたので、あそこのケアのところで、それで花火大会行ってたんです。今日は糸島の話をたっぷりお届けしたいと思います。ピーターの糸島大好き糸島ニア、グローカルホテル糸島からお送りしています。ピーターの糸島大好き糸島ニア、この番組はセトルグローカルホテル糸島、糸久、期待醤油、元気クラブ糸の湯どころ、以上各社の提供でお送りします。糸島が好きすぎる。さあ、糸島の魅力を語り尽くすコーナーでございますけどもね、今日も、はい、前回に続きまして山本佳代さんにゲストに来ていただいております。ありがとうございます。糸島には4号山本佳代と申します。よろしくお願いします。佳代ちゃんともするかね。ですね、もう十何年ですね、もう本当にいろんなある番組でこう散歩の番組で一緒にやって、はい、それからなんか気が合っちゃって ねプライベートでそうもう本当に仲良くさせていただいて、東京にも来てショーを見に来てくれたりしたし、うん、私もプライベートで遊びに来て一緒に旅行もしたしね。そうですね、露天風呂も一緒に入ったし本当ですよ、もうお互い乳首見てるんですよ、はい、そんな中でございます、はい、というわけであなた あのお家にも一回遊び行ったね、あのどこだっけ、あの海が見える可愛いマンション、糸島のね、糸島だから、でもあそこは西区です。西区なんだよね、糸島半島です。そうなんですよ、糸島ニアですから。だからね、糸島半島のくくりで、ね、そう、あのここの山本さんとね一緒に見に行ってね、ここ買おうかでもピーさん糸島観光大使だったらやっぱり横、あの西区はやばいですよ糸島市のとこで買いましょうって言って、ね、観光大使は糸島市の観光大使です。そうなんですよ、だから糸島市の観光大使なんで、糸島市内は今まだ目下探索中でございますけどもね。探してるんですかやっぱり。いや探してますやっぱり糸島。グローカルホテルにこれだけ泊まってたらもう楽ですよ。まあまあそうなんだけど、まあちょっとこう海の真ん前とか。欲しくなるんですよね。海の真ん前に行きたいでしょやっぱり。ピーターね、自分の部屋を作りたいんですよね。軒田に行きたい、軒田あたりで探したんですけどね。もう私ねやっぱちっちゃい頃は海水浴場はやっぱ軒田でしたもんね。うん、そうでしょ。うん、ケアはねやっぱあの海の家があって、うんうん、ちょっとやっぱお客さんも多かったから、軒田の方はちょっと少ないんだよね。そうなんですよ。だから、うん、私の両親も糸島は詳しかったから、うん、もう人が少ない方に行こうって軒田の方に行ってたんですよね。いいよね。あのダーニューの前の私が持ってたマンションの前もあれ昔は海水浴場だったんでしょ、ね、あれ、うん、ね。だから本当ね。私が番組テレビ出だした頃がもう35年ぐらい前なんですけど、うんうん、その頃にはまだ糸島ってそんなにみんなにね
知名度もなくて、言われてなくて、どっちかというとね、なんかね、あの古い家を、うん、なんかアーティストの人が、陶芸家とか画家の人が買い取って、いやもうそれこそ、ね、借りてただで貸しちゃうよぐらいの感じだったんですよ。もう家はおばあちゃん死んじゃったし、もうそれぐらい全然なんか知名度もない時期、あらその頃にちょっと来たかったね、がありましたよ。それからどんどん、やっぱ私思うのが、あの湯布院とか糸島とか、やっぱ、うん、東京の人たちが来て、うん、ちょっと洒落たカフェを作る、洒落た旅館作るとかから、うん、ペンション作ったりするの、うん、それから地元の人たちも刺激受けて、うちらも頑張らないかんと思ってね。 そうそれでなんかふわってこうなんか流行ったような気がしますね。うん、なんかあの糸島ってみんな行くとね、島だと思ってる人がいるんですよなるほどね、うん、であの私が住んでたマンションのところの第二の声を突き出たとこあるでしょ、うん、あそこ島だったなって、うん、あでそれをなんかあの繋いだらしい。でだからこうちょっとなってるけど、あそこの先っぽだけちっちゃい島だったって言ってたよ。それを今日は初めて聞きましたけどね。Pさんがいつか乃木座に住む計画でこの糸島ニアは進んでいくわけですね。そうなんですよもうね、昔もそうだったじゃん、なんかやってる時にさ、ピーターも福岡へ住まそうって、そう、ね、それで不動産探したじゃないですかそれでその第二のマンション見つけたんだからね。で去年売っちゃって、それが P さんはもうだからちょっと決断が早すぎる、うん、ああそう、もうちょっと我慢しとけばさ、売るのとかね、そう売るのはね、売ったのはね、私ね今回ね5件あるうちの不動産4件売っちゃったんですけど、うーん、なんかね売らなきゃダメだって、もう70になって近いから、70近くなってきたらもう現金を持ってなきゃダメよ、不動産持っててもあなた誰もそれを後引き継いでくれる人いないでしょって周りに言われて、ちょっと慌てたんですよ。それで全部バタバタ売ったんですか？バタバタ、いや売らないかんのかなと思って、でも今考えたらさ、まだこんなに元気で長生きしてるのに、若いろハワイも売っちゃったし、糸島も売っちゃって、なんかバカらしいと思う今ね。えじゃあ P さんハワイとか第2のマンション4倍らしいですよね、今ね昨日ちょっとチェックしたらね2000万超えてましたよ。あらあらでしょ、もったいない、もったいない、あなたどうするんですか、あれだけお金かけて、急にデビュー夫人になっちゃったあなた、本当にあなたどうしたんですか、あなたそんな売っちゃって今からですよ、ね、またまたね探して、今探してね、だから本当は何にもないところに平屋のこうねガラス張りの家、海に向かってこうガラス張りみたいな家、いいですね。あちなみに P さん昨日糸島で美味しいご飯食べてたでしょ、なんかあちょっといい男とね、はい、食べてました。なんか笑顔が違った。そうですか両脇にね置いて山本さんちょっと端っこに置いてP さんですね、分かりやすいんですよ。トキンってとこ美味しか、トキン前バルですか、トっていうこのトね、うん、あのカタカナのト、カタカナのトに金、へえ、あそこは糸島市ではなく前バル、糸島市前バルですよ。 あそこそこそこ、うんうん、前バルで、うん、そうそう美味しい、もうちょっと分かりにくいところでしたけどね、美味しい食べ物にイケメンに囲まれ、もうねそれ以外なんですよ、もうあと死にゆく私たち、あとねもう70今年1になろうとして、もうなっちゃいましたよこれ、71になっちゃいましたよ、ね、もう私ね悲しいことにですね、うん、一回り下なんですよ、同じ辰年で59だ、そう来年還暦なんです、来年還暦だ、ね、ちょっと派手にやろう、これねあのもうあの本当に嫌なのが、 P さんと一緒に同じ干支なんですよって言ったら大体同級生って言われる、ね、私がねまだ59って言われる、絶対年言わんことしとっちゃう、年は言わんでもいいけど、その干支言わんでね、干支って同じ干支なんですよって言っちゃうとそうそうそう、やばいやね、同い年って言われる、同い年って言われちゃうね、まあまあそれぐらい、私が71と思われて男かいな、いや違う、私が59と思われてる、ね、よかった、それっでもかゆとは本当に温泉行ったりいろんなとこ行ったりし、思い出ありますけど、一番私思い出あるのはやっぱりさ、かゆちゃんが私のその第二のマンションの前のそのね海で誕生日を2回か3回やったりね、2、3回しましたね、ね、それで1回目があの 若手にさせてたんですよ、うん、でダメだったから段取り悪かったっけ、2回目はさせてくださいって、2回目はあのバーベキューのセットバーンと出してくれて、そういうね、私根回しはもうバッチリできるんです、 ですよね、その代わり料理作れとか片付けしろっていうのは下手なんですよ、うん、で人に人を呼んでいてお前これやらんねピーターのためにって言って指図するのはうまいかよちゃんね、指図はうまいね、旗振りうまいですよ、あんたこれピーターのためにこれちゃんとやせないかんでしょつって
怒鳴っとったけどね、あれも、ね、うん、でもちゃんと皆さんやってくださってありがとうございました、ね、またどっかでやりたいね、やりたいですね、やらないかん、これはもう8月はね、海入りたいですか、ピーターさん、まあ今日ね水着買った、おばちゃん水着売ってたんで、あの、うん、あれ繋がったここまでで、うん、ワンピースなんだけど、うん、ちゃんと下にパンツ履いてるような、あのいわゆるこういうのの下にズボンがついてるんですよそんなのがあったんで、それ2枚買ってきましたよ、やりますか、じゃあ、ああやりましょうよ、海入って、もうあのさらわれるかもしれないけど波にねあのでも軒下とか割とね、乃木田の、うん、あそこのハンバーガーショップの人に頼んで、うん、段取りすれば、あのバスのあたりですか、そう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 、ね、あの辺、あの辺いいですよね、うん、うん、やりますか、やりますか、じゃあまた旗振らせていただきます、はい、よろしくお願いいたしますということでございますけどね、ピーターの糸島大好き糸島ニア、グローカルホテル糸島からお送りしています。昭和歌謡の記憶、さてさてですね、9月の22日に、はい、ここで本格的なね、はい、グローカルホテル糸島さんでディナーショーをやることになりましてですね、55周年アニバーサリー、アニバーサリー55年ですよ、あなたがゴー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 ですよ、芸能人になって、そう16歳でバラのソレスという映画を撮り始めてですね、ちょうどやっぱ71だから55ですよね、どう考えてもねいや長い人が55年やったら早くやめりゃいいのになと思ってました、人のこと思ってたら、はい、だけど55年やってもまだこんなに若くて綺麗どうしよう、すごいねYouTube も自分で撮影しようし、そうそう編集もやれば儲かるっちゃね、編集ができんちゃう、うん、まあ、だって本当そういう意味じゃ、うん、あとは編集だけですもんね、そうなのよ、 SNS に関してはどう、あのパソコン買おうかな、編集できる、アメブロとかもまめにね、ご飯食べに行ってももうずっと写真撮りようし、そうそうそう、まあ、あれはね、あの自分 の、 あの昨日何食べたか言ってみって言われた時に言えないからね、あの日記代わりに、いやでも綺麗に画角も撮って、あれはもう前ですよ、ねえ、うん、画角、今だって携帯何個持ってますか、携帯2個です、あの YouTube 用と普通の自分の電話、これ変えたと、あの画面の大きいやつ、ね、折れるやつでしょ、あれね、やっぱなんかもう画面が真っ黒になっちゃって、電話かかってきてんだけど誰か見えないんですよ画面に何も出なくて、で、ね、でちょっと今常にじゃあ2つ持ちで使い分けしながら、そう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 、で綺麗に撮影して、うんうん、ね、まあ、アップしてますよ ね、 あますよね、まあ、SNS やってるのが楽しいじゃないですか、うん、でこの頃やっぱり街へこうハワイでも歩いててもね、うん、あのなんとかいう番組見ましたよじゃなくて、 YouTube 見ましたよ、義務義務義務とか言ってさ義務っていう言葉が浸透してるっちゃね、あの夫婦の老夫婦にあのね、あのチャンネル登録といいねをよろしく、うん、義務って言ってじゃん最後にね、あれがね、アロマ花で買い物してる時に義務って言われたのはちょっとびっくりしましたね、アロマ花でハワイで、そういう意味じゃそういう、もう時代変わりましたよ、変わりましたよね、自分たちでも好きなものをこの YouTube の中から探したり、うん、TikTok 探したり、私はもうやっぱりバーチャルと、うん、まあ、リアルのバランスが大事かなと思ってるので、うんうんうん、まあ、もちろん YouTube とか皆さんこうやってラジオ聞いてくださってると思いますが、うん、生の生のピーターを、そうそうそう、私動いてるんですよちゃんとね、あの 機械人間じゃありませんからね、生で私の息吹を感じていただく、はい、9月22日にそうでございます、ピーターさんに会います、はい、グローカルホテル糸島で、はい、一部が、12時受付で、お食事が12時半からで、14時からショーでございます、1時間15分ショーするんだ、はい、ダメですか、10分ぐらいでいいですか、嬉しい、やだちゃんと歌ってくれるんですよちゃんと歌いますよ、これもちゃんとしたショーですから、いやなんか私ね、ちゃんとっていうのが本当申し訳ないですけど、うん、なんかあのトークショーして、あのカラオケで2曲歌うとかあるじゃないですか、あります、あります、はい、じゃなくてちゃんとシャンソンバンドですから、歌っていただけるから、東京からバンドを3人連れてきますからね、私だって本当に東京行って、うん、P さんの、あのシャンソンね、シャンソン聞いた時に涙で流したもんね、なんかこう嬉しい、なんか、な、私あんま人の歌で泣くとかないですよあもう冷めてるから映画見てもそうそう見ても泣かないですけど、私はなんで泣いたの、いやなんだろう、
歌の世界に入ったんだね。入り込めちゃったんです、ね、はあ、うん、なかなか入り込めることないですけど、で1部がそういう時間帯になってますが、2部が、はい、18時から受付で、18時半からお食事で、20時からショーになっております。そうです、はい、だからこれお料理が違うんですよね、きっとね。いや値段がね、1部のお昼のが2万8000円、夜の方が3万5000円。お料理の子、まあ、あの夜はフルディナーなんでしょうね、はい、だから糸島が遠いなっていう方は宿泊プランでプラス8000円でお泊まりできますので、ここ泊まれるのいいホテルですからね、ここね、ぜひ泊まっていただいて、はい、次の日か、もしくはあの、まあ、前乗りで来られるんだったら、うん、あの糸島堪能してほしいですよね。でここはね本当にあのグローカルホテルどうなるとこって、今あの去年私がねトークショーと歌をちょこっとやりましたけど、うん、その後宇崎竜斗さんとか石川さゆりさんとか、うん、そして今回岩崎宏美さんもお出になっての、うん、ピーターでございますよ。だってピーさんが一番最初ですよ。でそうです、そうです、そうです。あの私があの一応ね、あの全部連絡したんですよ。石川さゆりちゃんとか、ばっかりひろみとか。あのなんとなく人間模様、次あの人かなと思ったりはしてますが。もう夏まりがいつか来るんじゃないかと思っておりますけどもね。はい、まあでもあの糸島に来ていただきまして、うん、グローカルホテル糸島で私の生の動いてるピーターをぜひぜひ見に来ていただきたいですね、はい、あのちょっとお腹出てきたピーターもね可愛いんじゃないかといやでもね私思ったけど、はい、衣装とかで、うん、絶対ステージ分からんね、分からんでしょ。でもうまいな、あ、いやあの時は痩せたのよ3キロちゃんと、あれは痩せた、あの痩せないとダメね、これでね、この時のでしょ、この衣装着れないから痩せたんだ、そう一応3キロぐらい落とすの。でも顔はそんなに変わらないからいいな、ここ、ね、首から上は全然あんま変わらないんだけど、ね、なんか やたらなんかお腹は気にして、太った太ったとか言って、そうそうそう、私は見ちゃったから、そうそうそう、あ、ほんとぽっこりしてるなと思うけど、うんうん、ステージの P さんは全然わかんない。まあほら皆さん顔を見てくださるからお腹を見るよりも顔を ね笑顔を見てくださって、でシャンソンたっぷりお送りしますから、うん、ぜひぜひ皆様方お誘い合わせの上ね、お願い申し上げます、はい、ということで、昼の部に行きます。あ、かいちゃん昼の部来てくださるんですよね、はい、もし見かけたら声かけてください。わかりました。ここでお知らせです。9月22日のピーター55周年アニバーサリーディナーショーはおかげさまで完売となりました。ありがとうございました。それではですね、あの、うん、今日はいろいろ最後までお付き合いいただいて、はい、ありがとうございました。山本海さんに心からの声援を送りいただけたと思います。何言ってるんだ若いの選挙出んのかお前はって感じでございます。出ないです。糸島インフォメーション。糸島の旬な情報を今日は武田紗英がご紹介します。今回は9月24日日曜日に開催されます踊れ糸島について、運営組織委員会理事長の中原正臣さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。踊れ糸島、どんなイベントなんでしょうか。はい、あの小さい子供から大人まで、はい、踊りをテーマとしたダンスイベントになっております。ステージで皆さんがいろんな踊りを披露されるということですか。はい、あのキッズダンスから、よさこいから、踊る方々にはたくさんの、あのジャンルで、ご参加いただいてます。わー、華やかでしょうね。はい、すごいです。今回で何回目なんでしょうか。はい、今回で9回目となっております、うん、9回目。はい、毎年開催されてきて今回9回目なんですか。そうですね、途中3年ほどコロナ禍で開催ができなかったんですけど、今年4年ぶりに9回目の開催ということで非常に楽しみにしております。じゃあもう待ってましたという方がたくさんいらっしゃるでしょうね。はい、はい、もう市民の皆さんにも定着している、そんなイベントなんでしょうか。そうですね、やはり9回目を開催するにあたってはたくさんの地域の方々や踊り子さんたちから、うん、あのいつ開催するのっていう声がたくさん多くてですね、まあ、それだけあの認知されたんかなっていうふうに思ってます。もうここで踊ることを楽しみに目標にとなさってる方もいらっしゃるでしょうね。そうですね、もう毎回このダンスイベントに参加してくれるチームもいますし、毎回毎回新しいチームも参加していただけるんで、はい、今回の開催で50チームほどこの会に参加いただいてます。50チームですか。はい、とても賑やかでしょうね今回。そうですね、踊り子だけでも今だいたい600名ほど。あ、はい、そんなにですか。参加していただきますんで非常に盛り上がる会だと思います。はい、そのステージは
もうどなたでも見ることができるんですか？はい、一般の方たくさん無料で、見ることができますんで、はい、いつでも来てもらえれば楽しめると思います。当日のその踊れ糸島ですけれども、踊るステージだけではなく、はい、他にもこう楽しむ場所はあるんでしょうか？そうですね、周りには飲食ブースもたくさんご用意してますんで、美味しい食材を食べながら、飲みながら、観覧していただけると非常にいいのかなと思ってます。いやー、気持ちがいいでしょうね、はい、素敵な踊りを見ながら美味しいものをいただいて、ね、風を感じて、はい、いいですね。さあ、踊れ糸島、9月24日日曜日の9時30分から開催されるということです。場所が糸島市の島中央公園の特設ステージ、こちらで開催されます。詳しくは踊れ糸島の公式フェイスブックをご覧ください。参加する方も、そして一般でこう見に来られた方も、皆さんで盛り上がる、そんなイベントになりそうですね。そうですね、皆さんが楽しんでいただけるイベントになると思いますので、ぜひお越しください。はい、準備もなかなか大変だと思いますが、どんな思いで迎えられますか、皆さんを？そうですね、もう4年ぶりに開催するんで、とにかく見る方も踊る方も一日楽しく笑顔で、過ごせるような一日にしたいと思っております。はい、笑ってパワーをいただける、そんなイベントになると思います。はい、中原理事長、ありがとうございました。こちらこそよろしくお願いいたします。以上、糸島インフォメーションでした。日帰りでは出会えない感動がある。そうだ、糸島に泊まろう。セトルグローカルホテル糸島は、ステイしながら心ゆくまでお気に入りの糸島時間を楽しめる、糸島市初のオーセンティックホテルです。詳しくはセトルグローカルホテル糸島ホームページまで。物流を通じて福岡を、九州を元気にしたい。九州の農産物を全国へ、物と人の調律師、糸九。コンコンワクワクをこれからもずっと、セトルグローカルホテル糸島から徒歩3分、元気クラブ糸の湯どころ。醤油を使った糸島スイーツ、醤油プリンは期待醤油から。ピーターの糸島大好き糸島ニア。この番組はセトルグローカルホテル糸島、糸九、期待醤油、元気クラブ糸の湯どころ、以上各社の提供でお送りしました。というわけでね、もう夏も終わりですよ。はい、夏が終わってしまうと、今度は素敵な秋が来ます。食欲の秋、どんどんデブになるんだね。8月やっぱり誕生日のコンサートっていうか、ライブハウスね、マラソンのコットクラブが終わって、なんとまだ今度10月6日55周年記念リサイタルがあるんですよ、東京の、草月ホールというところで、1日限りのチャンスを、これもね、劇場ですから、これマジでこれやる。10月6日よ、10月6日、東京草月ホール。はい、うわー、ぜひで、ね、これも来ていただかないと困りますけどね。はい、まあ、というわけで、川上雅紀はどこへ消えてしまったんでしょうね。どうか放浪の旅出かけてるんでしょうか。早く帰ってきてください。ね、まあ、多分あの人は夜釣りをしてそのまま。急に呼び出されるの辛いです。川上、わかろ。というわけで、また次回の放送もお楽しみに。ありがとう、ありがとうございました。それでは、また次回お会いしましょう。糸島大好き。この番組はスマートフォンの無料アプリラジオクラウド、ほかアップル、グーグル、スポティファイ、アマゾンなど各ポッドキャストでもお聞きいただけます。HKT48 の柳瀬玲也です。 RKB ラジオでお送りしているガールズパンチ、 HKT48 の桃ちゃまラジオ曲、ポッドキャストでもお楽しみいただけます。 Apple、 Spotify、 Amazon Music、
Google ポッドキャストなどで桃地浜ラジオ局と検索してフォローをお願いします。